意外と並んでて遅れちゃいました僕張り込み初めてなんですけど買い出しとかって本当にあるんすね俺アンパンと牛乳頼んだよなはい何これジャンボサイズのびっくりアンパンですでけえわはい張り込み用のサイズじゃないわこれ全く前見えてないから今犯人動いたらどうすんだよすいません買い出し前に先輩が腹減ったって言ってたんでこんなには減ってないよなんだこれ肌から見たらアンパンマンが運転席座ってんのかなーって思われちゃうだろう確かにそうかもしれない思われないよアンパンマンこんなリアルなアンパンじゃないから 俺が食べ終わるまで動きがないかしっかり見とけよわかりましたいただきますええええええお前普通サイズのアンパン食ってないそのパン持っててよく見えましたね横は見えるよ前方がパンなだけなんでお前は普通サイズのアンパンなの僕そんなお腹空いてなかったんでじゃあ俺も空いてなかったわそれが欲しかったから先輩がお腹すいたって言ったからわざわざそっち買ったんですよこんなには空いてないそもそもお腹すいててもこんなには食べないだろう僕お腹すいた時それぐらい食べるんで大食いなんだ次からお前の前でお腹すいたって言わないようにするわ だから、ちょっと喉乾いた。頼んでた牛乳ちょうだい。牛乳っすかはい。2リットルなわけないじゃん。外でこれ飲んでるやつ見たことねえだろ。こういう時は普通500ミリぐらいの紙パックだから。先輩、喉乾いたって言ってたんで。こんなには乾いてない。お前みたいなやつがいるから公務員は頭固いとか言われんだよ。で、コップはえ、ないですけど。じゃあストローはないですよ。どうやって飲むのこれ。直で。直は無理だろう。ただでさえジャンボアンパンで両手塞がってんだぞ。あ、容疑者出てきました。ほんとか容疑者もジャンボアンパン食ってます。これ流行ってんだ。